延岡指定だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは延岡指定に関する最近の話題からお送りします。1月31日と2月1日東京で東九州自動車道建設促進宮崎県央北部規制会と神話トライネットなど県内の7団体が合同で道路特定財源の確保などに関する提言活動を行いました。初日には民主党税制調査会長の藤井博久議員を訪れ提言書を手渡した後県内の高速交通網の整備状況について説明し道路特定財源の維持の必要性について意見を交わしました。また2日目には冬芝哲三国土交通大臣を訪れ東九州自動車道と九州横断自動車道延岡線の早期整備の必要性などについて訴えました。続いて耳寄り姿勢情報です。今回は2008延岡若湯レディの募集について、2007延岡若湯レディの池田勝利さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず延岡若湯レディはどういうお仕事をされるんですか？はい、若湯レディは延岡の観光や特産品イベントなどの PR 活動を行うことが主な仕事です。大使祭や祭り延岡など市内で行われるさまざまなイベントに参加するほか、県外の皆様に延岡の良さを知っていただくため観光宣伝隊として熊本などに出向いて PR 活動も行っています。またラジオやテレビに出演して延岡の魅力を広く PR します。昨年延岡市と北川町が合併しましたが、池田さんは北川町から初めて選ばれた延岡若湯レディなんですよね。はい、私は北川町出身ですが、この1年間の若湯レディの活動を通して OK 産経の豊かな自然やホタルなど北川の魅力を再確認することができました。また延岡にはアユの図の他にも伊勢海老や北浦の灘アジ、北方の潮姫毛などをはじめ北川にはないような特産品がたくさんあることを知ることができました。それでは池田さんが若湯レディとして1年間活動してこられて印象に残っていることは何でしょうか？はい、たくさん行事に参加させていただきましたし、すべて印象に残っていますが、やはり大使祭と観光宣伝隊は特別な思い出があります。大使祭は若湯レディとして初めて活動したのでとても緊張しましたが、パレードで多くの市民の皆様に頑張ってねと声をかけていただいたことがとても嬉しかったです。また観光宣伝隊として熊本にいた際にはラジオ番組に生出演するなどして大いに延岡を PR してきました。他にもアイアナ宣伝隊として東国原知事を表敬訪問し、短い時間でしたが知事とのお話ができたことも貴重な経験でした。延岡の良さを多くの方に知っていただくため一生懸命勉強したことも良い思い出となっています。それでは2008延岡若湯レディの募集内容について教えてください。はい、今回の若湯レディの応募は3名で、若湯レディに選ばれた方には副賞としてシンガポール旅行がプレゼントされます。またその他の条件等はご覧の通りとなっています。それでは応募資格と応募方法を教えてください。はい、延岡市内に在住または勤務通学している18歳以上の女性で、4月から1年間随時行われる観光宣伝行事などに参加できる方です。今年3月に卒業見込みの高校生も応募できます。応募は次選他選を問いません。規定の応募用紙または市販の履歴書に必要事項と身長を記入の上、上半身のカラー写真を添えて延岡観光協会まで郵送するか直接持参してください。指定の応募用紙は延岡観光協会や延岡市役所、商業観光課、各総合支所、地域振興課に設置しているほか、延岡観光協会のホームページからもダウンロードできます。応募締め切りは2月22日です。審査は一次審査を書類審査、二次審査を3月9日に面接で行います。詳しくは延岡観光協会または市役所、商業観光課までお問い合わせください。
ぜひ多くの方に応募していただきたいですね。はい、このお仕事を通じて多くの方と出会い、さまざまな刺激も受けましたし、私自身がこの1年間で成長することができたと実感しています。延岡若いレディは延岡の良さを県内外の皆様にお伝えできる大変やりがいのあるお仕事ですので、ぜひ多くの方に応募していただきたいと思います。今回は延岡若いレディの募集について、2007延岡若いレディの池田勝利さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に延岡市役所からのお知らせです。延岡市生涯学習推進大会のお知らせです。2月17日午後1時から野口記念館で第19回延岡市生涯学習推進大会が開催されます。当日は社会教育関係表彰や北方中学校の北方ソーラン娘によるソーラン節、東美地区の地域教育に関する活動発表のほか、延岡市公民館連絡協議会の50年の活動を振り返る展示や発表などが行われます。またスポーツニュースや報道番組のコメンテーターとして活躍中のスポーツジャーナリスト二宮清純さんを講師に迎え、夢を諦めない地域の絆で子どもを育てようをテーマに講演も行われます。入場は無料です。ふるってご参加ください。この時間は延岡市総務課広報係の企画・制作で延岡市政だよりをお送りしました。